さっき150ほどやったんですよ。さっき150やったんですか。うん、そうですね。あ、じゃあもう130とか130ぐらいで。一回聞かせておいてもらえますか。はい、一回ちょっとクリック聞いてもらいますね。あ、はい、それぐらいですね。このぐらいでいいですか。はい、2小節以上ぐらい開けてから、じゃあ一回トークバック切っていきますんで。はい、ありがとうございます。はい、はい、これがミディなんですよね。これダブルクリックした下に出てくるんですよね。これがすごいことですよね。すごいですよね。案外ジャストに入ってるでしょうか、上岡さん。そうですね、はい、はい、これでまあちょっとプレイバックしますね、はい、再生をします。クリックもなったままに一応しときます。言ったところがちょっとずれたとこでした、はい、ちょっと質問あるんですけども、はいはい、まあ、これやってるんですけど、僕が録音するときに聞いてる音と、はい、実際今村長さんがレコーディングをやってくれてるわけなんですけど、はい、その時の音は違うわけですよね、はい、そうです。そっち側はイージーキーで聞いてくれてて、でこっち側は右の上にあるようにサンプルタンクでですね、はいはいはい、そのサンプルタンクの方の音色が音のキレが早いというか、はい、そういうようなやつやったんですね。そうです。ちょっと切り替えてみます ね。トーントラックのイージーキーに切り替えてみます。お願いします。イージーキーのグランドピアノに切り替えましたんで、はい、もう一回聞き直してもらいますね。で今度はちょっとクリックあえて外しますね、はい。そっちがもうまあまあの高音質で聞けてますか、亀岡さん。物やから丸みが出るというか。ああ、そうなりますからね、うん、今これ僕はプレイヤー側なので、はい、音質とかは別にそれほど重要ではないですよね。そうですね、それはあんまり関係ないですよね。このトラックは一回ミュートにしまして、うん、歌のトラックをですねオンにするのでですね、今カラオケセットしてあるんですよ、はいはい、でそれでちょっと歌ってみてくれませんか、うん、はいはい、わかります、はいはいはい、これで聞こえると思うんです。はい、聞こえてますね、はい、じゃあ、はい、一回録音してみます。はいはい、もがいても明日が見えなくて、そこ知れぬほどに人が怖くて、何を希望に何から始めて、何に夢を重ねればいいのかさえわからない。はい、ありがとうございます。いけました、はい、じゃあちょっと聞いてもらいますね、あの今の録音を。いくらもがいても明日が見えなくて、そこ知れぬほどに人が怖くて、何を希望に何から始めて、何に夢を重ねればいいのかさえわからない。という
ということで初めてでしたけど実験をやってみました。亀岡さんどうでした？あのすごいことができるということが、おそらく、伝わってると思うんですが、はい、ミディをこう遠隔でレコーディングできるというのはこれもすごいことですね。そうですね、はい、そんな感じでですね、はい、時代は変わっていっております。はい、レコーディングも、だんだんどこででも誰でも安くみたいな時代がもうそこまで、来てますのでですね、ぜひ、皆さんも、メカのことはもう一つわからないと言わずにですね、ぜひ、チャレンジやってもらいたいなと思ったりしておる今日この頃です。はい。